ボンシュール。さあ、今日は何をしたいかと言いますと、こちらです。じゃじゃーん、ミニコーラとミニおにぎりせんべいでございます。さあ、この駄菓子、皆さん見覚えがありますかね。この2つの共通点は何でしょうか。チッチッチ、はい、終了でーす。はい、ですね、この前駄菓子の重さを測ったんですけれども、その時にこのオリオンさんとナス屋さんのミニおにぎりせんべいというのは、後ろに書いてるね、表記、重さなんですけども、これがピタッと一致したんですよ。 0.1g もずれなく、内容量と実際に入ってる重さが同じやった商品になってます。で、この内容量をその通りにね、入れるってすごい至難の技だと思うんですよ。このちっちゃい粒粒が粉が入ってたりとか、これもちっちゃいおせんべいがいっぱい入ってるんですけど、これをいい具合にちゃんと量を入れないと、そのピタッとしたグラムにはならないんですけども、この2つはなったんですよ。2個ずつ買ってきました。オリオンさんのラムネはこちらのミニサワーとミニコーラ、この2つを検証したいと思います。和瀬さんのおにぎりせんべいも同じく2つ買ってます。で、こちらは 11g となってます。では、こちらが本当に 11g なのかっていうのも一緒に検証していきます。それでは早速測りたいと思います。オリオンさんのミニコーラ1個目、内容量 9g ですね。 9.0 こい。ほう、ほう、すごい、 9.1g、 ほぼ同じ重さ、 0.1 だけの違い。さあ、ではちょっと味が違うこちらミニサワーですね、これで試してみます。すごいなぁ、どうなんだろうか、どうなんだろうか、ドキ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 、すごい、 9.0 ジャスト。いや、ここの会社ほんますごいわ。ピタッと決めてきました。次は松屋さんのおにぎりせんべいの重さを測っていきます。すごいな、オリオンさんすごい。続きまして、ミニおにぎりせんべいでございます。開けた瞬間に、おにぎりせんべいの、この醤油の香りが、香ばしい香りが漂ってます。さあ、何グラムか、いけいけいけ、おっと、前回とちょっと違うぞ。今回は 11.9g。前回は11ぴったりでしたけども、表記は 11g だけども、11.9g となってます。で、これを 11g に合わすためにはどれぐらい取らないとあかんか。お？あ、けどそれでも2粒ずれるだけでこんだけ差が出るから、これは仕方ないと思うわ。ではもう1袋のマス屋さんのおにぎりせんべいでございます。あおー、これも 11.8g、 先ほどとほぼほぼ一緒。この前の 11g ぴったりっていうのはちょっと奇跡やったんかな。はい、ということで2つの商品を紹介したんですけれども、増屋さんのミニおにぎりせんべいに関しましては、この前はピタッと来てたんですけども、今回はちょっとずれてました。重たかったのは重たかったんですけども、ただまあ2粒違うだけで、まあ、重さがあんだけ違うのでね、これはやっぱりね、仕方ないところだと思います。ただこのやっぱりね、オリオンさんのミニコーラ、ミニサワー、このラムネなんですけども、前回と同様、今回 9g でバチって決めてるのもあれば、ほんと 0.1g ぐらいの差しかないというのは、これはね、すんごい答えだと思います。ただこれももっとたくさん買ってやってみたら全然違うやないかっていうのもあるかもしれないですけども、たまたま手に取った、ね、この前のと合わせて3つがこんだけ 9g ちょうどぐらいに持っていくっていうね、この技術っていうのは非常に素晴らしいものがあると思います。
なのでこちらのオリオンさんにはモンシュールから独断と偏見で勝手に表彰状を送りたいと思います。ではオリオンさん待っておいてください。